ねお仕事巻いて終わったやけんねんそうめっちゃねだいぶ巻いて終わったかも今日は3つのお仕事だったこんばんは 1, <う><ー> 1> 一個は そう AKB 新聞さんの電子版の 4, 4月号にね掲載させていただくことが決定したのであのーおま、皆さん待っててください。そ,うです、ね、それを朝じゃお昼ぐらいかなズームであのー、取材してもらってまたあのー。 で普通に釣りはそのフェスとかのレッスンをやってあとは事務所でちょっと撮影するものがあってそんな感じの一日でした。 もうありがとう。おリアルお話かよ。待ってる。センターおはよう。こんばんこんばんは。働き者で全然よ。たまたま短いのがド並んでるだけであってその1個がめっちゃ長かったわけじゃん。9からの。 キュンからのバッキュンシーンでしょ <laughs> 私好きよあれ <laughs> クロフェスの告知動画でやったやつそう今日はゆる巻き本当にもう本当に私あんまり固めるのとか好きじゃなくてめっちゃゆるもう時間が経ってるから緩くなってるんですけどなんかすごいがっつり巻くのをねあんまり似合わないんですよ で今日はなんかガマガマは今日はですねレッスンの後にちょっと1時間半2時間ぐらい時間が空いとってそう釣りの撮影っていうかその事務所で撮ったやつの時間までそうそれでねあのまたうどん食べた <laughs> うどんん食べたんよ、夕方にそうでまた行ったんですけどうどん <laughs> うどんを何時に食べたやろ 4, 4時4時とかえ何時やったろうか5時いや5時やな5時ぐらいうーんじゃあ嘘4時半ぐらいにうどんいつものあの天ぷらは、ね、今日は エビ店で最近ゲソ店にまってますそううどんだったんですけどででもそうまだお腹減ってるから配信が終わった後にもうがっつりがっつりあのがっつりご飯食べます。 うん、その後は普通に鶏を焼いたやつ鶏さんを焼いてチキンみたいな私はコシがあるうどんがすごい好きなんやそう歯応えがあるうどんが好きですわンパクやばいよお腹空すいちゃうでさっきも配信始まる前にちょっとお腹減るなと思って ポップコーンパクパクして一緒えー、丸亀さんのよそうキャラに不具合なんだよねまだ不具合同じコーチ出身お一緒だねお大阪レンジサイン通所通中えー、めっちゃめっちゃやんありがとう楽しみにしてる 生ルーダもか美味しいよねー。あ、まだダメなんだ。ノートル。そう、なんかねー。<laughs> ラップ買い取る。 いいろろんんななところを食べ,比べてえ、そうしたいんだよなんか広島の美味しいうどん屋さんとか知らんくてなんかいろいろ回ってみたいんですけどそうメンテそうメンテがあるらしいなんでだ <laughs> 今から夕食お何食べるの 去年超重大代、ね、で間近で見た忘それえう、ー、しい去年なのにありがとうすごい嬉しい <laughs> 気になってくれた人がいたんだ嬉しい山中湖来たうどんたえっおいしいの ?5 月13日選んだら2月5日であやそうなんそれはあれやなあ広島はもうないんかなうどん屋さん どうなんだでもたまに讃岐うどんみたいな看板は見るんですよその個人個人のお店すごい気になるんですけどそうおそば派いいね私ちょっと最近はそうめん食べたい気分 <laughs> あと冷やし中華季節かなやっぱそう冷やし中華ね 気になってるところがあって広島にちょっと行ってみたいなって思ってるところですクラスキュも美味しかったえーいいねヤし中華まだ始めてないですかまだまだか <laughs> でもなんかモーカが見つけたとこあったんよねまだずっとあるのかな有名なうどんのお店があーあるんだ近くにね <laughs> こんばんはお姉ちゃんのお宅ですこんばんは <laughs> チェキー取ってきましたそうなんかあんまり調べても出てこないんだけどねうどんよく食べにこれなんて読むんだ 鎌蜂、えー、あ、不具合なんかキャラに。頑張れキャラに <laughs> こんん。こんばんはこんばんは山田ここのフ楽しかった綺麗だったすごい景色も あこの読み方わからんけどこのうどん屋さん私も食べた。つまえてた。鎌八うんありがとう。太康なんかのうそのうどん屋さんの名前いつもね読めなくて。た太康うどんさん。 釜輪ちゃんはその行ったことあるま輪ちゃんほんとにあえー、そうなんだいいね太閤うどんさんは行ったことあるお持ち帰りだけどめっちゃおいしかったでもなかなかなんかね場所が町の方とどこやったっけななんかあのなんかあの南区の方なんかなに一つ あったんですけど私なかなか行ける場所じゃないからあのいっぱいは行けないんですけど美味しかった街もねあんまり行かんからね武蔵のえ武蔵はうどんがあるの <laughs> 知らなかったお腹空いてきたねっこんばんは。 こんばんばはご飯と <laughs> 私はでもさっきポップコーン食べたなんかさポップコーンも食べたいからなんか映画館に行きたくて映画もめっちゃ好きやけん見たいんやけどもう今見たいやつがなかったとしても映画館に行きたくて <laughs> そうなんかもう雰囲気が好きなんだろうなとそう。 僕も買うだけもできるんだでもやっぱりさなんかも物語を味わいながら食べたいっていうかヤンマガ選抜はあれヤンマガウェブのやつをたくさん見てくださった方の上位の7人がヤンマガの端末とかに乗れます。<laughs> 飲み物は えー、飲み物はねうーん飲み物は何やろうでもなんか炭酸もいいけどなんかめっちゃ多い量炭酸はちょっときつい時もあるからうーん普通にお茶とかオレンジジュースが多いかも最近見た映画館での映画は推しの子の映画しかも聞いてほしい3月の本当に最後の方に行ったんですけど もうそこで「学割」を使いましたコーラでそうコーラもね好きなんだけどこの大きさによるかもこれぐらいはもう飲めなくてそう学割使っていたんですけど最後のあれが,がうんそう学割でした本編始まるまでに食べるうんポップコーンはなんか 私は見見なながら見たい派なんですよそのスクリーンスクリーン全然 <laughs> お話を見ながらね食べたい人なんですよやけんそうあの頑張って我慢してるんやけどもうバクバク食べちゃってそうだから L サイズを頼むバクバク食べても残ってるから本編始まってもだから私は L サイズしようバターはかけませんでいつも食べてます変わってるでしょ みんなバターかけれる方が美味しいじゃんとかあの半々でキャラメルと塩にする方が多いと思うんですけども私は塩オンリーで <laughs> キャラメルは好きなんやけど塩ですね そう推しの子はそう1時間半ってびっくりしたって書いてたんですけどそう1話はね1時間半っていう,もうなかなかないスタイルなんですけどっていうかもう1話が先行配信で映画してる時点で素晴らしいんですけど <laughs> そう推しの子はもうあのー、そうですね多分もうだってさ 見た方だったらわかるかもしれんけどなんかもうあれをどこで着るっていうもうやっぱ1話はねそうそうあそこまでそうあそこまでをちゃんと流した方がめちゃめちゃよくめちゃめちゃいいん シートああ揺れるるやつあるよね映画館なんか私もこの間ないだんか推しの子見た時なんか揺れとった気がするんやけど <laughs> あれなんか <laughs> 揺れた <laughs> そて私あのー、作者さんのメ子さんっていう方の作品すごくあの小学校の頃とかもから好きなのですごいあの楽しみにずっとねたまに配信とかで言っとった気もするんやけどなんかすごい楽しみにしててやっと放送 漫画見ようと思ったんだけどね私は結構まずアニメで楽しみたいなと思ってずっと我慢してた漫画見るのは <laughs> 推しの子えわ分かんないなんか揺れとった気がする気のせいかなあれは毎週楽しみうん楽しみ入間くんもねでもねアニメねまだね進んでないところも気になりすぎてもう。 めっちゃ漫画買っちゃったから <laughs>、もうめちゃお話し見ちゃった。うん。うん。おもが好き、おも,もが好き。<laughs> すごいよね漫画増えたえー、でもあんまりほんと入間くんとかしか買ってないからねしかも1巻からまだ買えてないっていうもう17巻から31までしかまだ持ってない <laughs> 自分がお話知らんところコナン見に行ってる人いるよね ネット配信でありにたらため時し失ってうふかしいやそうなんよアイドル好きだといろいろ通じるものそうねーそうねーいやー夜更かししちゃうよねー私最近絶対なんか寝る前にあのー 寝る前にねあれしてるスマホのゲーム版のマリオカートして寝てるフめっそうアニメはなぜ深夜が多いね私めっちゃあのアプリで見てるからあれやけど多いね深夜が。 そうスーパーマリオの映画がもうすぐあるでもなんかドラえもんみたいんだよねもうか普通に <laughs> 一人映画でスーパーマリオのさうんスーパーマリオのさ映画ってさどんな内容なんやろおしぶどうの映画映画はめっちゃ楽しみ本当に楽しいもうもうかおしぶどう シフードは本当におすすめなんかなんて言ったらいい本当にアイドルファンの方もめっちゃ楽しめるアニメだから本当におすすめし <laughs> かも実写もいいんだよねそれこそ椅子動くとそれだ確かに「スーパーマリオ動いたら楽しいね」でもあれ「ポップコーン食べれないの?」だったら。 なんかあ本ほんとにさゆりんごさんめちゃめちゃあまり役アイドルみたいもう顔が綺麗だしかわいすぎてアイドルみたいだけど <laughs> 役はねそのファン側なんそののルイージがそれえっどうなんかな しっかり持ってないとポップコーン飛びそうあ <laughs> それはダメだな私 L サイズだからピヤンこの前見た「青しのこ」ピーチ姫がさらわれるやつなんかなマリオカートはなんかスマホ版だったらうまいと思うけどスイッチのあのこういうボタン使ってやるやつはうまいかわかんない。 やったあんまりほぼやったことなくてエリピアさんぴったりねっぴったりだぶち上げたえー、泣いちゃう USJ のマリオ楽しそう本当に USJ2 年2年,2年3年半行ってないからねもっと行ってないかもえもっと行ってないえ四、ー、年4年ぐらい行ってないかも いや5年言ってないかも <laughs> ふわふわで可愛いありがとうスイッチねあのあっちしか持ってないライトしか持てなくてなんか本当にライトじゃない方買えばよかったってずっと後悔してるんよ私でもシャツにコーヒーかけて送らラオか あらうん、うん、そうテレビテレビでやりたくて。 なんかそうでももうライトを買っちゃったからここからまた買うのもなんか私ってすごいさまあみんな知ってると思うんですけどすぐハマってすぐやめたりするじゃないですか <laughs> いやめっちゃアニメとか魚が好きとか全然あのずっとずっと好きなものも多いんですけどたまにゲームとかあ っていいう時あるじゃないですかだからそうえでも本当にねもうアニメとか本当に小五からずっとやって全部がってわけじゃないけどそうゲームの場合は結構そういうことが多いので自分は。なんか アイドル冷めてないです, <laughs> 冷めてないですそうなんですしゲームに関してはそうでも私あれマリオのあのえライトでもマリオできるのかなカセットであればあのマリオカートのカセット買えばあのライトでもできるの だうん,うどん飽,き飽きないでも本当にマリカーは本当に飽きてないずっとやってるもうもう1年近くマリカー携帯バージョンだけどあの携帯バージョンだけどやってる。 えー、どのキャラが好きなんだろう何やろうかえ <laughs> ずっと飽きずにて,てありがとうないとでもできるんかそう私マリは本当に飽きないクッパ ノッキキを可愛いね何が好きやろうなえー、何が好きかなパッと出てこんけど今携帯で使ってるやつはなん,かなんかキャラなのかよく分かんないやつ使ってるんだよねあ、うんピーチ姫グランツ ーグラントゥ、えーンえー、ええー、何やろうな私でもよく使ってるマリカとマリオっていうの <laughs> マリオプロジェクトのピッチ姫というモモタンなんかそさ なんかさなんか顔を思い出せないんですけどなんかこんなキャラいません口がなんかもう黒黒とかいろんなキャ,キャッキャシーキャッキャッあれなんだっけキャッな,なんかそんな名前キャキャから始まるやつよえー、っとね何でしたっけキャキャサリンそうキャサリンだ キャサリン使ってるんんですよよくなんかめっちゃ使いやすくてキャサリンのブラックの子をよくマリカーでやらして、えー、使わさせていただいてるんですけどキャサリンです別に好きっていうかなんか使いやすい <laughs> なんか強いんですよなんか私の中で、ね、キャサリンの能力が黒のやついろんなカラフルな色。 でもなんか好きなキャラなんやろなんやろ好きななキャラは何かな今でもなんかマリカーに出てるポチっていうなんか何のキャラか分かんないけどそれがいてそれ可愛くて買ったあの買ったっていうかそのお金とかじゃなくてコイン集めたらゲームでコイン集めたら買えるやつダイヤかダイヤ集めたら。 そう地道にちょっと集めてそれを買いましたインヌインヌインヌのキャラインヌのキャラですこんばんは <laughs> そうワンちゃんポチですね <laughs>、うん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 、うん。ポチ検索して可愛い可愛い,いでしょポチ使ってます マリゴ対決したいよねマリカてかマリカーじゃなくてもあの本当にあれあのねマリカーじゃなくてもマリオの普通にやるやつも好きでこんばんはテサリンはそうリボンが大きいやつよ ゲーム大会したいよね。でも私あんまゲーム自体めっちゃ強くないんよ。好きやけど、そう、強いとかではないから。<laughs> ポケモン対決したいよね。私も閉まって、死なないと。ここにしか動かない。マリオブラ横にしか動かない。普通にあの、ぴょんぴょん飛んだりするやつ私あれだよ、好きだったな。 ウィーのさ私めっちゃウィーとかやってたんですよ昔ウィーのなんかあのウィーのやつ好きだったマリオのやつあとそう 3DS でやっとったあの普通に横にしかだから横にしか動かないやつの方が好きです私 スティーラボやりたい前もねちょっとだけマリカやったからマリカはめっちゃやりたいゲーム対決めっちゃ楽しかったなあつ森ねそんなかなかやれてないなんかなんかでも本当に 3D のやつめっちゃやってたんよあの「動物の森」本当にめっちゃやっとってもうずっとずっとやってたんですけど うウィーのニュースーパーマリオブラザー,バーですどれかなでも私あるんですよあのずっとそうずっとウィーがあってなんかもう絶対ねむこちゃんちに集まったらみんなでウィーのマリオとかなんか本当に昔ながらの昔にでもないけどなんか。 何だっけあれウィーンのさマリオのミニゲームみたいなやつとかもーちゃん強かったえー、どうやろうかでもそうマリオパーティーかなそう マリオパーティーとかやってあと人生リームしてるから <laughs> 私たちの遊びはちょっとめっちゃ面白いですよなんか確かに今はスイッチとかの方がみんなやっとるかもしれんけどもう面白いんよやっぱり私の中でウィーとかそういう昔ながらの遊び ゲームするよーてか私人とゲームがするのが好きやから一人であんまりめっちゃやるってわけじゃないけど本当にね人とゲームをするのが一番楽しいしかもちゃんと横でやるのが楽しい通信とかじゃなくてプレステ派私プレステ持ってないんやったこともないよね ぼやぼよえ、やってないかも。あれやってたなんかペンギンみたいなやつ。なんかさ、3DS か DS か忘れちゃったけど、なんかペンギンのやつやっとったなペンギンのやつとか。え、なんなんだろうあの名前は。私が本当に DS でハマっとったのは、えー、動物の森、マリオ、ポケモン、えー、あとは、ドタマゴッチのカセット、 はあのなんだっけあなんかねとんがり帽子みたいなネス、うん、があるんですよ魔法使いのやつなんですけどあれやったペンギンのやつなんやっけえペンギンペンギンの問題って何だっけえなんだろう それかなえわかんない何,何をやっとったんやろ私えなんやろうか私も何のキャラか知らずにやっとったかも昔「塊だまし」やってないねえー、なんか青いペンギン青いペンギンのやつ横に動くやつ何なんあれ ええー、思い出せんあれペンギンなんかなっていうか <laughs> あの子はペンギンなんだろうか分かんないけどなんやろあれええー、そうみんなが言っとったやつかなさっきええ <laughs> かんない ペンギンの問題ってさどんなやつどういうゲームなんか普通にどういうドンキのあっドンキのペンギンのとは違うけどちょっと近いかもちょっと近いかもみたいなあっ何かタキシードさんは青いね <laughs> へえ 女の子のキャラじゃなくて男の子の声のキャラだって高い男の子の声のキャラだったあキリッとしたペンディンかも青いえー、全然出てこないわんだろうあれあコロコロのキャラかもえー、わかんないこれが全然違うこと言っとったらごめんえな、ー、んやろモヤモヤするやつこういうの あるよね思い出せなくてしかも今ねもう一回調べれるものがないからみんなに正解を言えれないんで、ね、あそれがペンギンの問題かそれかもペンギンの問題なのかなそれのなんかゲームみたいなえそれかもでも多分そうの気がするみんな <laughs> でも別にあんまキャラ知らずにやっとった気がするな昔。慣 <laughs> れそうや多分なんかね誰かからもらったんかよくいとことかと一緒になんか交換じゃないけどそんな感じでなんか借りてみたいなことしてたからそれでも,もらったか借りたかして使ってたから。 あのー、多分そのそんなキャラクターを自分は知らずにやっとったんよちっちゃい頃の私は <laughs> そうやそうなんか思い出したぞ <laughs> 私のいとこはちょっとボーイッシュ系の昔は女の子 カジカジしたりソフトに名前えー、ソフトに名前書いとったん <laughs> 今はボーイスじゃないんですけど昔は来週の男にえー、そうなんじゃん出演したいねもまた ポケモン好きだったなめっちゃ草むら走って <laughs> 誰の名前書くとでえー、そうなんだてつねーやったことないんよね自分ファミコンからプレステフォンまでえー、すごい私全然持ってないやん マリカ買いたいたなぁあのカセットのやつあのなんだっけ PSP はセーブデータソフトに保存しないから書き換えしやすく、えー、ダウンドーダウンロード うん、スイッチのね方をやってみたいいろんなコースがあって楽しそうやっあ <laughs> マリカーコラボ3期生。 リセットボタンゲームあーでもなんかしとったよねなんやろうなえなんかなんかリセトあめっちゃままあの <laughs> ちょっとかうまくうなんかマリオのマリ,マリオのマリオブラザーズのデータを最後までの言ったら決してまたやり直してたそれはあのしかも自分がコロナになっちゃった時に コロナになっちゃった時にやってたのかなあれってなった時にやってたかもやってまたゴールした消して <laughs> またまたあのマリオやってだからもうそのまま DS の 3DS のカセットのマリオをもうね10回ぐらいやっとると思う同じやつをうん最近最近 からスイッチのアリオじゃなくてディースのアリオをやっとったんよこの間消したのえなんかまたコース終わったらもう一回なんかやりたいなーと思って消してまたやって消してしかもなんかあれじゃんもう一回さメダルみたいなゲットしちゃったらその後水色の薄い水色になっちゃうからなんかゲットした感がないから消してまた <laughs> 金のそうメダル集めを3枚やってみたいな。 繰り返ししてましたスイッチじゃないよ 3D だから私スイッチもねゲットしたいんですよねでもなかなか買う決意があのカセット私今、うん、2個 <laughs> とあつ森とあのポケモンしかまだカセット持ってない <laughs> <laughs> マリオは買ってもいいなって思ういつかカセット版ダウンロードえー、でもダウンロードしたらさそのカセットなくすことないからダウンロードいいなって私なくしたらさそうポケモンとかもねやり続けるけ でもなんか今のヴァイオレットのポケモンはなんかどうしたらいいか迷っちゃってなんか何しよう釣りってなっちゃう今。な <laughs> くしそうそうそう顔をねお,お小遣い貯めましょう。 ん <laughs> も,もちゃんの商品品あのネットクレンジングなかなか難しい <laughs> 難しいよねでも私リフトウレスさんでさの <laughs> さんか美味しそうな食べ物ゲットした <laughs> ちょっとなんか運が良くて取れただけなんだけど「バイオレットポケモン」 ソードヴァイオレットしかかったおめっちゃっとるせいや1500時間今週とってきたお姉ちゃんね会えるといいねスイッチとマリカポケモンモンハン買ったけどほぼやらずに2年くらいそうなんだマリカ はい <laughs> お金もらってるから何でも買える全然そんなことない <laughs> なんか普通になんか携帯代とかとか考えとったら全然そんなことないよ <laughs> とかあのお話し会の衣装とかをお話し会の衣装とかを買えてたら全然。 お洋服代とそうねそうねお洋服代とかとかねそうおうちおうちのお金とかいろいろ考えてたらふわーって感じ。<laughs> ポップコーンは大丈夫安いポ安いップコーンはねもうね100円出せばこれぐらい買えるからもうスーパーで売ってるやつ天才よあれはお家代そうお家代とか考えてたらねでも広島にお家があったらあれかもねちょっとお小遣いが増えそうかもね一 <laughs> 人暮らしとかしてたら 本当に結構大変だ気がするお話し会でメイクとかお洋服大変そういつもこだわってお話し会感謝ありがとう 水蒸気が高くなじゃん私。そうか大丈夫大丈夫普通には全然暮らせてるからそんな <laughs> 大丈夫 <laughs> 大丈夫だよ <laughs>。そう私はやっぱり私一人暮らしではないからあれけどねそう本当一人暮らししてるメンバーとか大変だな。 だってさだってほ本当にそういえばそう本当にパパが頑張ってくれてるおかげなので私もできるだけ協力したいって今もう高校卒業してすごい思ってるからそうなかなかね別れてやっぱ暮らすのはお家代がたくさんかかってしまうということなので大変です 多多分、多分といううかもう大変です私もできる限り出すというか携帯代とか自分でちゃんと出さなきゃなって思うところは頑張ってますもうもうもう学生ちゃんじゃないのでそう、まあ、でも全部自分でやってるわけじゃないから 本当にそこに関してはめちゃめちゃ感謝してるそう毎日対戦してるのさ <laughs> 私もでもねちゃんと貯金もしなきゃなとか 料金プランとかあ携帯のかな携帯のでもうん自分で払ってやるよでもそうお洋服プレゼントそうプレゼントしたのこの間パパさんとかごめんなさい私も誘いました スマホ代は仕事道具 <laughs> まあねお仕事道具やけどねまあもう,もういろいろアニメを見るために経営のアニメのところと契約してたりするので当たらんなかなか今日の服ありがとう大学卒業してやっとそういうの考えてもいやちゃんと大学まで頑張ってるから大丈夫そんな もうみんな本当にみんなね頑張ってね生きてねお仕事してるの本当に偉いね <laughs> アニメイトのし画質優先でスマホ選ぶとそうなんよやっぱり今の携帯にしたのも あのーそうあのー、今の携帯したのも画質のためなのでちょっとお高いですねやっぱり携帯代見るたびにうっ,ってな,る <laughs> なりますお誕生日おめでとうおお誕生日見えるかおめでとうお誕生日ハッピーバースデー <laughs> <laughs> おめでとうもうかさい会えなくなる。待 <laughs> らいねー。仕事頑張ってるから。お仕事してるから。ど年代の学生を叱してる。そうなのかな。そうでもない一緒？うんと、私ななならもう大学の受験頑張ってるみんなすごいなって思ってるぐらいな <laughs> パチパチみんながお「お誕生日お誕生日」でいいねお <laughs> めでとう <laughs> お祝いありがとうもちろんててて少し長く生きてるいやいや私もだってお仕事とかしたらさもうなんか慣れだしたくなりそうだもんそうだからみんなはちゃんと逃げずに頑張ってて偉いんよ 我が社の新人サヨミしか <laughs> もうしてるかなそうかな全然 <laughs> もう会社の荒波泳い,泳いでる <laughs> いやでもモカはモカはあれだからその確かにそのす全部楽しいっていうわけではないし大変なことも多いけどでも好きなことをやってるから今頑張れてるだけで。 なんか本当に将来お仕事に就いた時にもうやだーって言うかもしれんよ <laughs> あ今軽く投げ出してお仕事中こっまり、あ、バレなきゃバレなきゃ大丈夫大丈夫受け流しいやそうだよね社会に入ったら何か何か受け流すことって大事だよね帰り際に仕事いられていないからそれはそうもうこらってなるやんな あ愚痴って乗り越えた <laughs> まあまあ人間人間ね我慢しすぎると生きていけないので大小声の皆さですね優しいねアイドルのモモちには僕より僕らよりも大変だといや絶対ないそんなことない私はだって好きやけんちゃう好きやけん全然 朝不機嫌な部下に不機嫌なの部下ちゃん悲しいねそれは先輩なのにねねもうこらーって無限に怒られて常に退職い,いやもうそうだそうだよねだってお仕事って怒られるのがもう当たり前レベルのものだから本当にみたいなんでそんな怒るの 思うけどそういう世界なんなんだよね。この書類コピーしといてって言われてもシュレッダーされても思うじゃないです絶対 <laughs> 絶対ダメだろ <laughs>。そう言えるもゃいうのもゃ全然。でも私はさまださそういうバイト経験もないし。 普通にアイドル以外のお仕事もしたことないので皆さんの大変度はそ全部わかるわけじゃないんですけどでも大変の中頑張ってるのはわかるのであ職場にただみんなニコニコなのじゃあ回ろうか <laughs> みんなの職場「コラ」ってどっち込んじゃうから何かみんなたまには厳しく。 飲み会なんか愚痴大会なんだけどファンの仲間ができてみんなと推しの話するのが楽しいあいいねやっぱ楽しい話で盛り上がるのもいいよね怒られるのは自分が魅力未熟だから仕方ないけどさ無理なもん <laughs> そうだよそうだよ無,無理なんだって心の中で怒るしかこの年で 社会人なのも大変だと思うありがとう全然まあねでもなんか本当に昔は取材とか全然わからんくてなんか同じことしか言えんかったけど本当に今思えばちょっとずつ慣れてきたなって <laughs> めっちゃ思うそれは本当に最初はもうしんどいことも気づかんぐらい必死だったのでそう 常焦ってる人みたいなのが私だったんですよ最初私は結構慣れるまでにめちゃめちゃ時間がかかる不器用さんででもそこを乗り越えたら分かれるんか理解できるような人間なんですよだから勉強とかも最初ずっと分からんくて「あ分からんこの問題分からん分からん分からん」からんからんって思っとったら なんかある日突然わかるようになったりするのね <laughs> だからすごい遅いんよ私はせなんちゃんと頭で理解するのがすごい最初は大変だったけどそういじり方にも増えるす <laughs> <laughs> 私聞き上手ですかねそうかなありがとう みたいなお仕事えー、そうギッザニア巻いた時楽しかったよねもうこの年齢だといけないのかな最初の頃って分かんないことだけどいっぱいいっぱいなそうねお仕事とかがさなんか変わったり職場とか変わったりしたら余計にそうやね私初めての時ってもううわーってなるよね必死だよねでもうただただ必死なのに必死で頑張ってるのに怒られたりしたらもう うわーってなるピッツニアの体験ね小学校の6年生の修学旅行で行ったんですけど1回しか行ったことないくて何やったっけえなんかマヨネーズ作ってペンあとなんかペン作ったなんか名前なんかペン作ったっていうかそんななんかほぼ,ほぼできてるような感じやったけどみたいな感じやった気がする。 そうめっちゃ顔こわばってたよねわかる私もね常にね自分の顔がこわばってたんですよ初期の1年間2年間ぐらい <laughs> マヨネーズってなんかマヨネーズ作ったりペンのなんか作ったりしたことあるピッツァね中学生で広島出てきてアイドルと学生ってだたんだけどねほんと いろんな県に行ったりするの好きなんですよなんか新しいのが好きで <laughs>、なんか新鮮な感じしてすごい好きだったので副業そうなんかまだマヨネーズ作るそう多分 TUPI ーーの工場のやつみたいな感じだったかな 楽しかったな。<laughs> 卵あってえ作ったっけどなんか卵と何入れたっけな覚えてないけどやったよなんか。でも聞いてるし私ね本当にだここダメなところなんだけど自分の。 手に持ってるもののすぐ手離して落とすんですよよくそれが私なんですけどなんかキッザニアであの小学校の頃の小学校6年生の頃に仲良かった女の子と2人でね回ってたんですよ私とその子でであオ押すかでなんかキッザニアのカードみたいなやつなくしちゃいけんやつを2回落としたんですよ私 なんか手に持持っっててるるものをねね感覚がないんですよ、ね、なんか持ってるだから落としちゃって2回落としてなんか2回発行してもらったんですけど <laughs> マジで友達に申し訳なかったしお化け屋敷でも怖すぎて手に持ってたバッグ落として出てきて「ごめんなさい」って言って持ってきてもらったんですけどよくね別の感情が出ると手,のも手に持ってるものを落とすんよ。 そう,あそうフリーパスみたいなやつでもそれは小学校の話やから今はない今はだいぶだいぶないですでもなんか置いた場所とかすぐ忘れるからなんかそういうところはちょっと直さなきゃいけもういつもスマホ探してる22時かご飯タイムに行こうかな 手の力抜けちゃう、そうなん、なんか持ってる、うん、ぺっももさん <laughs>。ももさんタイムになっちゃったね。そろそろ読みますよ。でも。ももさんタイムで。見て。そう、今日は <laughs>。今日はですね、あの。私、ガチャガチャをしまして。そう、あの、うどん食べた時に。ガチャガチャ。見つけてしたんですけど。 ずーっとずーっと探してたこちらずーっと探してたこちらあのガチャガチャずっと探しとってやったーめん当たりましたもう一番狙っとったやつなんか他にはサッカーのやつとかグミのやつとかいろいろあったんですけど私が欲しかったやったーめん 当たったっの一発ですごくないえこれめっちゃ探しとったなんか情報情報見てえめっちゃ可愛いじゃんとあと推しの子のガチャガチャもねなんか東京とかだったら売り切れらしいんですけどめちゃめちゃあってであのー、アクアとルビーちゃんが赤ちゃんでペンライト持ってる狙いのやつが当たってあこれはね開かないんですよ音は鳴るけどね めっっっちゃき強かったすごいと思って超嬉しいそうめっちゃかわいいのてか本物に見えるあやばい桃さんタイム忘れとった <laughs> ええー、そうですねちょっと音が鳴りましてそうですねあのめちゃめちゃ好きなお菓子なのでそうよく食べるんですよ <laughs> うん、ちょっと夢中になるとね忘れるんですよすぐ私私は結構ガチャガチャ好きなのであのそう私すごいやっアあめん大好きで今でもよく買うし11円ということでめちゃめちゃ安いこのガチャは300円です たまに当たり出るよね。ここにはまだつけてないな。推しの子もあっちにある。好きなキャラ多すぎ。え、このキャラじゃないよ。これはお菓子やけん。塾の景品、いいね。あ、いい、いいですね <laughs>。<laughs> もう最近キャラクター大好きすぎて、どうしようも。どうしようかね。 ねえコンビニクジねえクジ最近あんましてないですよオンカコアモフサンドです こんな回もちょっと同じ話できます明日の 13, 13時まで待ってるからねサメのやつそうサメのやつよくサメかぶってるやつよいろいろかってるけどペクルとえペクル投票して私も投票してるのよかったら リアルお話し会まリアルお話し会もあります福山もうもうちょっとなのでおすすめです多分今回までなのでね福山の8時間目完売できたらいいの7時間目8時間目おすすめだよあ毎日ベックに投票してくれてるありがとう キロップが見切れず、おまめのやつ <laughs> ごめんよガンマガウェのよりは素敵な音がい,い素敵な素敵が分かんないけど絶久 <laughs> 投票ありがとう何歳ですか私は十八ですすごい何歳ですかすごい三つ、おーすごい <laughs> あそんな気になるのか私の年齢がヤンマがヤンマがヤンマがウェブ10日更新してえー、嬉しいおすごい何歳ですか何歳ですかあさっきやんちゃんのとこにいた方なのそうなん何してるん <laughs> 何してるん お長期間申し込ありがとうねえ大丈夫素敵な写真です優しい <laughs> 人間でいうと人間でいうとそうです18歳 <laughs> 消えたね <laughs> いなくなっちゃう 桃年齢だとそうですねもうもう5個分ぐらい十日の山群えー、見てくれたのありがとうではそろそろ読みますね 来てね「恋してカープさんピカピカありがとう」えー「メガバイトちゃんかわいありがとう」「韓国なんちゃんえらいありがとう」「ひやさんありがとう」「桃心分がねね年の前わかんない」「ありがとう」「7位のマピオノピスありがとう」「お祝いありがとう」「桃林言うて最高の日おめでとう」「いい一年にするんよ」 <laughs> 6位の福ちゃんとまくこぐ組さんありがとう5位のゼタさんありがとう4位のひでくんさんありがとう3位の幻さんありがとう2位のみ也とまくふふさんありがとう1位のとしさんありがとうもうかしかしないマッチパンジャオオティカスプラ プラか私ね好きなんだけどね超下手なんよ教えてほしいわ <laughs> もうあとね私スマブラも下手なの本当にねボタン覚えれないからずっとね適当にカチャカチャしてるだけだからねもうね旬で負けるんよ私すっごい下手なのそう対戦めっちゃ下手なのそう本当にもうね誰にでも勝てない <laughs> もうねダメだって,って楽しいんだけどねもう下手くそなの <laughs> 下手たちよとか言わんの <laughs> もうねだからそれはもう絶対誰にも勝てないとメンバーの中で最下位になると思う <laughs> うん泣ける自信しかないでもなんか シューティングゲームとかはまあそのうん2つよりはまだできるけどそれでもあんまうまくないからもうなんならもうあんまうまくないゲーム <laughs> でも好きよ <laughs> では今日もありがとうバイバーイ 当面完食ありがとうありがとうおやすおやすご飯食べてねありがとうおつももおつももお休みできるよご飯食べたらするよありがとう親ももだこちらこそありがとうありがとうおやー今日もお疲れま良かった頑張るねありがとうまたねーバイバーイ。